中央砦と北西砦を抑えるのが定石か。補給を当たって陸上を共同攻めするよ。まずは中央砦から落とそうか。 手薄になったようですな。今のうちにいただきましょう。 半蔵、中央砦を奪還せよ。 勝家殿も喉元を抑えられては危うい。 砦に潜入せよ。 敵増援。 この敵岐阜城も持ち直す。
損参ったゆえ、残りは後ほど。それまでに補給路の安全を確保いたす。しましょう。城に入られちゃ兵糧攻めが水の泡だ。進軍開始。開門。薬神光秀が将、参れ。陥没にて葬ってくれん。私が願うようではなかった。信長様に背き、自らその世を作ろうと。誰もが優しく皆が信じ合える、そんな世が私の望みなのです。そんな世まいごとのために大殿は行かれたというのか。失った悲しみ、私たちにもよくわかります。お市さん、よかったら
私たちにも加勢させて。うん、どこのどなたか存じませんが感謝します。敵増援。ここまで気負ったか。小田家臣最後の意地見せつけようぞ。彼らの息に武を持って応えましょう。力を見せつけつつ迅速に撃破するのです。行くわよ、ネオトラさん。はい、二人の力で光秀さんを倒しちゃいましょう。城に入る前に二打兵を討ち取るのです。敗北条件変更。王はいらぬか。鬼柴田の首はここぞ。家族のためなら縁やっこらだ。なんだ俺か。皆が信じ合えるのか。猿以上に大変だが、こうなった以上実現してもらわねばな。勝つ。ありがとうございます。私は私のやり方で太平を成す。その覚悟、昇乱ください。開門。まとめてポイントボン。見立て通りの活躍だ。たちのことか。にゃはん、我らこそ天下無双の忍びなり。俺たちが天下無双のドアホーどもだな。みんな天下無双の頑張り屋さんだね。急げ。戦わん。
半分は優しさだもん。争いのない世が近づくならば。あなたの覚悟、よく伝わりました。自らの夢、どうか果たしてください。お市様、ありがとうございます。どうかこの光秀を見守ってください。